まあ映画や。尾張黄門、徳川宗春物語、歌舞伎侍第12話、近き親族の相次ぐ死。お春、また白昼夢？宗春を知ってからおかしいわよ。ひょっとしたら宗春に恋でもしたの？りっちゃん、何言ってんの？万五郎様は生まれたばかりよ。でも面白いことを知ったわ。享保の改革の八代将軍吉宗と宗春さんって同じネズミ年なんだって。10月21日と28日でお誕生日も近いし、吉宗って14歳で江戸にいて大大名扱いになったんだって。和歌山で野山を駆け回ってると思っていたわ。本当に大丈夫？すっかり江戸時代って言っちゃってるわよ。そうかもしれない。でも宗春さんって生まれて間もなく身近な人を5人も亡くしたんだって。この時代は辛いわ。すっかりと宗春様の時代に意識が飛んでしまっていました。元禄10年の7月26日、宗春様の同母系丈次郎様が数え4歳でご逝去されました。この時すでに梅津様のお腹には3人目のお子様がいらっしゃいました。梅津様は眠ることなく通夜を過ごされ、葬儀の間も丈次郎様の亡骸を見つめ涙をこぼさずに見送られました。丈次郎殿、延べ送りでご遺体が通り過ぎた後、一言お名前をつぶやかれると合掌をされ目をつぶられました。この時代、母親は墓所へ赴くことはできませんでした。翌11年、梅津様は3番目のお子様の姫君をお産みになられますが、半年後に養生されてしまいました。万五郎様は梅津様の異変に気づき、いつものように暴れることはなく梅津様の近くで正座され、母上様を見つめる日が続きました。元禄11年12月、万五郎様ご兄弟のおばあ様で三代将軍家光様のご息女、光友様のご正室であられる千代姫様が63歳で江戸でご逝去。三代将軍家光様のご長女であられたので徳川家本家の菩提寺増上寺に葬られました。千代姫様は万五郎様のご誕生を知りつつも生涯お顔を合わすことはありませんでした。しかし万五郎様は江戸に赴いてからは千代姫様の墓所参りをよくなされたほど慕われていました。その翌年の6月、名古屋お下屋敷の部屋の中で万五郎様は光友様の前を駆け回っておられました。万五郎、こちらにおいで。光友様は廊下に出られ、万五郎様も廊下に出られました。光友様はその場に座られると、その膝の上に万五郎様を乗せました。万五郎、どうだ、この庭は美しいだろう。光友様と万五郎様は庭を見つめられました。その時光友様は船歌を歌われました。そなたは神の子か仏の子かもしれぬの。父上と同じ不動明王の縁日の28日生まれ。しかも母を移した矢事の大日如来の造像中に生まれた。五郎太、義道を盛り上げてくれよ。敬愛する観光のように、まっすぐに、己に、正直に、
賢くあれよ。万五郎様は黙って笑顔で庭を見ておられました。そのお顔を見られ、光友様も庭を見つめ直されました。そこへ成瀬正親様が慌てた様子で現れました。その慌てぶりに驚いた万五郎様が泣き始めました。いかがした、失政のお主自ら現れるとは、と光友様が問われると、正親様は声を詰まらせながら答えられました。大殿、殿がご恐怖されました。光友様は呆然とされ、万五郎様は泣き続けられました。宗春様の兄上であられる徳川右兵衛の神義道様は御年11歳、生まれてから一度も名古屋に戻ったことはありませんでした。お若くして尾張徳川家四代目になられたのです。母親様であるお福様はご出家なされ、本寿院様と名乗られました。若すぎた当主の義道様は本寿院様の手助けを借りなければなりませんでした。本寿院様はお若く聡明な美しい方でした。梅津様もご出家なされ、専業院様と名乗られました。母上様が羽二重帽をかぶるお姿に変わられたのを見て、万五郎様はニコニコと笑われ、専業院様に近づいてこられました。専業院様はその万五郎様を抱きしめられ、涙をこぼされました。殿、翌元禄13年10月16日、宗春様のおじい様でご隠居されておられた尾張徳川家二代目権大納言光友様が亡くなられました。万五郎様は目の前の光友様の亡骸に何度も触れ、周りの者に引き離されては元に戻り、光友様のご遺体に触れられました。じじちゃま、じじちゃま、どうしてお話ししてくれないの、と何度も繰り返されました。それまで口数が少なく話をあまりしなかった万五郎様がこれを機会に言葉を数多く出されるようになりました。